この週末、ご覧の方法で ANN の世論調査が行われました。安倍内閣を支持すると答えた人は39.8%で、1年4ヶ月ぶりに4割を切りました。支持しないと答えた人は42.2%で、支持するを上回りました。桜を見る会をめぐる疑惑について、安倍総理が十分に説明を行ったかについては、 77%の人が思わないと答えています。安倍内閣の新型コロナウイルス対策については評価は割れました。